ゴールキーパー金山、ディフェンス4バック、今日は右のサイドバックに成瀬、柳、ヨルディバイス、宮崎智彦は今シーズン初先発、中盤は本山と木山航平、2列目田中雄大、ステファン・ムーク、木村、ワントップはミッチェル・デュークです。サブのメンバーご覧の通り、今日は引田がベンチ入りしています。一方のアウェーのザスパ草津群馬です。こちらは前節とメンバーは同じです。ゴールキーパー古巣対戦の串引き、ディフェンス4バック小島、城和、畑尾、そして山中、ダブルボランチ内田に岩上、右田中俊也、そして左山根、ツートップは加藤と平松を予想しています。まあ、ゴールキックからのスタートで、はい、ここまでね、ボールを持ってきましたね。元山に来た、元山折り返す、逆サイド、うん、ちょっとここ合わない。ただ3人連動したところからゴール前に迫りました、ファジアの岡山です。木村の中へのボール、おー、ヘディングシュート、ナイスキーパー串引き。ここは最後田中雄大、田中雄大上げてきた、ミッチェル・デュークが来た、競り合いのところはここはホイッスルです。オフサイドですか。いや、ただ破壊力ありましたね。いいボールが入りましたけどもね、うん、どうなんですかね、若干先に出ていたみたいですね。ただ田中俊也も蓋下げて、宮崎智彦浮かせて、もう一度木村、宮崎智彦上がる、木村の中スルーパス、木山航平中に入れて、ミッチェル・デューク最後フィニッシュまで行きました。ビルドアップのところでつなぐのをやめて、はい、蹴った中でデューク選手をね、セカンド木村選手がセカンドボールピックアップして、はい、でこのニアゾーンね、2列目から木山選手中に入れてきました。セカンドボール山中、先ほどはミドルからも狙ってきましたが、ドリブルでいく、ステファン・ムークも追います。中に入れてきた、ここは触って中、シュート狙っていきました。まあ、山中選手はね、はい、1人で突破していいクロスでしたね、ファーサイドまで持っていったところでしたけども、山選手がかろうじて触ってこぼれたところ、山根とはですね、しっかり体を、ここは田中雄大に任せます。浮かせたヘディングシュート、最後は本山です。ポジション取っていますね、はい、で少し後ろから本山選手、はい、ね、多分これも練習してた。ミッチェル・デューク、ステファン・ムーク走る、ここは畑尾がクリア、デュークちょっとスリップがありましたが、中に入れてデュークのヘディング、飛び込んできました。ここは田中俊也、加藤純也もいる、バイスの上、うまく越えた、うん、加藤上がります、平松もいる、中に入れた、グリー、おー、よく止めた、完全にここはグリーでした。しかし柳がシュートブロック、うん、ビルドアップのところを、ね、はい、奪われて一気にゴール前ボックス内持っていかれたところからマイナスクロス、少しねこう中に入ってきたボール、直接決まりました。これは先制群馬、驚いた表情は岩上、直接行きましたね。そうですね、はい、素晴らしいキックでしたけども、風当てしたったわけじゃないんですが、ちょっとブラインドになってしまったかもしれませんね。当たってるんでしょうか。いや、当たってはなさそうですね。小島のクロス、構えた、加藤、最後は加藤のシュート、わずかポストの横、ボールになったところからですけども、一つね、はい、最後持ち出したところで角度がなくなってしまったかもしれないですね。まあね、後ろ3枚にして少しこう、ボールを持てるようになってね、はい、一人一人こうポジションの取り方がね、良くなってきましたね、はい、ここも連動したところからうまくパスをつないでいく、ドリブルで山根が行く、奥山右足狙った、ナイスキーパー、ミッチェル・デュークからのところ、ハイゴンが来た、ハイゴンまだ行く、ハイゴン来た、
背後まだ入る。最後はシュート打ちますが、ここは精度を欠きました。まあもちろんここは群馬が全員で寄せに入ったというところはありましたけれども、ね、宮崎智彦中入れた、ヘディングで跳ね返す北川、まだ行きます。ここで試合終了の笛、ガッツポーズ大槻剛監督、ザスパ草津群馬6試合ぶりの大きな大きな勝ち点3をここアウェーの地で取りました。そしてタジアーノ岡山、今シーズン初の連敗、ホームで勝ち点3を届けることはできませんでした。